皆さんこんにちは、そしてこんばんは。本年も大戸浩司のカラオケレッスンをよろしくお願いいたします。天童よしみさんの新曲で、あなたに咲いた花だから、字数の随分多いタイトルです。もう一つどうしても言わなきゃいけないのが、低いんですよね。もう男性普通のこのキーではない。例えばの話です、もう早くも言いますけども、男性私でしたらマイナス6ぐらい、それをでも多くの女性の皆さんが喜ばれるはずのこのノーマルでやろうという無謀な挑戦です。ですから低い声が出ないところが多数ありますけれども、どうか多めに見てやってください。それでは楽譜の2段目までこちらを今言いました、ノーマルで歌っていきましょう。出にくくて低い方もう気になっていますとね、発音までが大丈夫だったかな、申し訳ございません。最初出足がね難しい。一番だけは天童さんがうーんと一拍休んで、好きでうん好きで、そして2番はうん数え、3番うんここが、そう数えのか、ここがの一つ目の子が左に出っ張ってますよね。どうしたんでしょうか。でも何度聞いても一番だけは完璧に一拍休んで、うん好きで別れる、好きで別好きで和と和がすぐ出ないで16分音符分ずらして、これがまた厄介。好きで別れる別れる、そう今度はかが長くなるんですよ。別れる、レトルが一緒、ルの音が一拍目ですけども、レトルは一緒でル、これ救いのような形なんですけど楽譜にしました。歌ってみましょうか。難しいよ最初ね。じゃあ1、2、3、4、好きで別れる、もう一回やっていきましょうか。1、2、3、4、好きで別れる、切なさに。先ほどからどうもここがうまく歌えない。切う切う、ごめんなさい。背が下でつーとその次の音を一緒、せつうせつうなさに、そうなさに、この流れお分かりでしょうか。じゃあご一緒に、せつさん、はい、せつなさに、はい、大変だった。1段目歌いましょう。1、2、3、4、好きで別れる、
切なさに、やっぱり涙が溢れるわ。そう、低いよね。やっぱりここは2番3番が楽ですね。カバンに3番疲れた、1番だけ、やっぱりのパが16分音符右にずれてちょっと遅れ気味に、やっぱり涙が、やっぱり涙が、涙と上上がってだが、間置いて、あふれるわ。あふれのあは下からすくいましょう。ああ、半音で3つも下しっかり、あふれるわ。レが長いのね。レル、拳もかっこいいから。じゃあ、あふれ、三。はい。あふれるわ。じゃあ、やっぱり、三。はい。やっぱり、涙が、あふれるわ。もう、本当に、白氷を踏む思い。はい、そんな感じ。じゃあ、前半仕上げますよ。皆さんで、何があっても忘れはしない、あああ、 あなたに咲いた花だから。すいませんね。夢をあなたが叶える朝を、湯だけが下です。夢をあなたが、あなたのは遅れそうですからね、どうぞ気をつけましょう。夢をあなたが、目をあまでが同じ、あなたが叶える朝を、叶えるのかが一拍目、どうぞね遅れませんように。叶える、叶え、またかの音だけがした。
叶える朝を。タタタンタンというリズムね、普通と真逆ですよね。はい、それでは夢を三、はい、夢をあなたが叶える朝を、今は遠くで祈るだけ、何があっても。ちょっとこれつなげたいんですよね。タイミング的にこれを習っておきたい。うん、今は遠くで、今、今度は一緒の同じ高さの音。今は遠くで、間を置いて、祈るだけ。祈るのる長いんですが、その音に歌うとすぐに回す拳。祈る祈るだけ、何がと行くんですね。何のところ、あの祈るだけ何がでしたら楽なんです。ところが16部9符微妙なね、間を取ってあるんですね。そして息を継ぐんですよ。難しい。祈るだけ何が、何が、長短い、うん、何が、何が、がの音も下からすくいながら、何があっても、何があっても、あってもも、の音がね、非常にこう不安定な高さの音ですよ。気をつけたいです。はい。じゃあ戻って、今はとにかく祈るだけから、何がこれをうまく歌えるかどうかは、私は祈るだけです。冗談言ってる場合じゃない。今は三、はい、今は遠くで祈るだけ、何があっても、そして忘れはしない。わすう、わの音からすが下がる。すれはしない、しないのし、また16分音符一つ分ずらしてあるわけですね。わすれはしない、なの音に拳。歌ってみましょうか。わすれ三、はい、忘れはしない。戻ります。夢を、いいでしょうか。三、はい、夢をあなたが叶える朝を、今は遠くで祈るだけ、何があっても忘れはしない。あんあんあん、あなたに咲いた花だから。最後が今ずっとね、先ほども歌えなかった、申し訳ありません。なんとかしたいと思います。最後5段目、ん、あんあんあんあ、さあどうなってるか。最初あーですね。
あを伸ばしながら二つ目のあの直前、すぐ前で軽くうんをつけます。あん、あんが、あんが。わかりますか？ちょっと声が出にくいので、オクターブ上で私。あんが、あんが、あんが。ね。二つ目のあの直前でしょ？はい。その次。その次は、あん、あ、あん、あ、あん、あ、あ、あ。今度は三つ目のあには、これはまあ長い音なんですけども、すぐにうんをつける。あん、あ、あん、あ、とこんな感じ。あん、あ、そして普通に、あ、あ、と。天童さんが、うんを二箇所つけている。ゆっくりやりますよ。三、はい。あん、あ、あん、あ、あ、あ。もう一度、三、はい。あん、あ、あん、あ、あ、あ。この皆さんで。あなたに咲いた、うん、あなたに咲いた、あなたに、またこのあなたのたが難しいね、タイミング的に。あなたに咲いた、さが短く、さいた、いの方に拳。あなたにさいた。じゃあこの左半分、あんがね、あんが、いきますよ、三、はい。あんが、あんが、あが、あなたにさいた、花だから。最後もまだ難しい。花だから。はと同じ音でな、花だ、だ、か、もうね、歌うと同時にだの音に拳、かを歌うと同時に吸う拳、だ、か、あら、最後はあら、そう、らと同じ音で一つあが入るんです。もう天童さんがはっきり歌ってます。は、ご一緒に、三、はい。花だから。じゃあ最後の段だけ。あ、三、はい。あんあんあああ、あなたに咲いた花だから。じゃあ夢をから参りますよ、三、はい。夢をあなたが叶える朝を、今は遠くで祈るだけ、何があっても忘れはしない。あんあんあああ、あなたに咲いた花だから。今度は皆さんです。夢を、三、はい。Thank you.
小難しく、まあ、天童さんの歌を聴きながら楽譜をひねり上げてます。歌いにくいと思いますけど、なんとか私がこれからワンコーラス目はメロディーを入れたいと思います。はい、それでは参りましょう。聞きませんでした、申し訳ございません。女性はこのノーマル、そして男性の皆さんはちょっと低い方でプラス5、あるいはプラスマイナスの6、はい、これをお試しください。いやー出ないですね、やっぱりね、ちょっと無理をしてしまいました。また
次の動画をお楽しみに。ありがとうございました。